わかります？こんにちは、シエルです。今日はご報告動画です。私がプロデュースしている東京エンタメ女子というパフォーマンス集団があるんですけど、その東京エンタメ女子の YouTube チャンネルをスタートすることになりました。今月から東京エンタメ女子のオリジナルソング楽曲制作がスタートしたんですけど、第1弾は楽曲制作の裏側というその模様をね、動画にアップしたので、よかったら皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メンバーの活動状況や、あとリハーサル風景とかショー作り、可能だったらステージの本番の模様などもお届けしていきたいと思っています。東京エンタメ女子っていうその集団を動かすのは初めての試みなので、すごい試行錯誤している感じではあるんですけど、楽しいなって、やっぱエンタメ楽しいの好きだなっていうのを改めて感じています。最近はこんな状況なので、イベントは自粛自粛自粛、延期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 みたいな感じでね、なかなかこう皆さんに来てくださいっていうようなイベントがねないんですけれども、皆さんに見てもらえる時には楽しいショーをお届けできるようにね、準備できることは頑張っていきたいなと思います。東京エンタメ女子のチャンネルでは、マジシャンも5人いて、ちょっとマジック関連の動画を上げたりとか、あとはダンサーもいるのと、私も一応ダンサー出身なので、ちょっとダンスレクチャー動画とかも撮りたいなと思ってて、あとバルーンの作り方みたいな動画も撮りたいし、あと語学が堪能な、日本語、英語、中国語喋れる子がいるんで、ちょっと語学のなんか勉強できるような動画も作りたいし、なんかいろいろやりたいことがあるんですよ。まあ歌も歌えることもなんかやりたいし、バイオリニストの子はさ、耳コピって言って一回聴いた曲はすぐ弾けるわけ、すごくない？あとリクエストあればぜひ東京エンタメ女子のチャンネルのコメント欄に書いてもらえれば、可能な範囲でいろいろ動画を撮っていきたいなと思ってるので、よかったらコメントもお待ちしています。この間岐阜県でマジックショーがあって、500人キャパの結構大きなステージだったんですね。いつもと違うことやりたいなとか思っちゃって、でそれでファンベールっていう扇子の先に長い布がついているものがあるんですけど、それを東京エンタメ女子のメンバーがやってるんですね。でそれを急に、あ、私もやろうとか思っちゃってやったんですよ。今年の目標の一つにそのファンベールを練習するっていうのがあるんで、あ、見せてあげるよ。めっちゃ綺麗でしょ。わかります？狭くてやりにくいんだけど、ちょっとダンスも復活していきたいなと思います。概要欄に東京エンタメ女子チャンネルのリンクを貼っていくので、よかったら皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。